工房の一杯水とは、広島県小原市東上町湖、堺の谷奥にある完結冷泉。カルスト大地である大社区の一角、宇山野呂の大地の北東斜面山麓に湧く、脇に工房大師を祀ったお堂がある。湧き出し口のすぐ奥に小空洞があり、地下水が一定量溜まると、サイフォンの原理によって流出すると考えられているが、1972年の ご雨以後、完結性が見られなくなり今に至っている。戦前のいくつかの研究から、降雨によって変化するが、数十分の周期で毎秒約10リットルの地下水が突然に湧き出し、およそ5分続いたことが知られている。湧出の前には、遠雷のような音がし、湧出終了直前にはボコボコいう水音があったようである。水温約摂氏12度。 一杯水の推定推理構造1825年に記された原版通史や1860年頃の効率とむ重収録には少ない時で日に2から3回、多い時で5から6回湧くこと、教法から分成年間にかけて2度長期に完結性がなくなったことが記されている。最近の研究では江戸時代末と昭和初期の著しい周期性の違いや、 間欠性の中断は、裁本構造に加えて貯留層の底部に小さな排水管を持つ水利構造があること、並びに両時代の降水量の違いによるものと考えられている。また、現在の間欠性の消失も江戸時代と同じく、いずれ復元する可能性があると言われる。なお間欠線は熱水あるいはガスを多量に含んだ温水が突発的に湧く型のものを、 完結冷静は、裁本構造によって、地下水が湧くものを呼ぶもので、両者は流出のメカニズムが全く異なる。完結冷静は他に国内に4カ所、福岡県北九州市の道日野市を、熊本県熊村の域の水がある。陸水学雑誌、12巻4号、1942、北九州市立自然史博物館研究報告、17巻、1998、 ありがとうございます。